どうも長嶋達也です。ある視聴者の方がコメント欄に、芸術とか、ピアノは競い合って点数をつけるものではない、そう書いてありました。でそのことについて僕自身の、思うことを今回動画にしてみようと思います。まず一番最初に、一ピアニストとして、音楽家として、そして音楽を愛する者として 100% 同意です。確かにそうです。ある程度のレベルの人たちをね、2人、この人のがこれがうまいから何点上とか何点下とか、それがもう間違ってるし、競い合って誰が一番、他の人が負けとか、そういうのもすごく僕も間違っていると思います。現にだいぶ前になるけど、カーネギーホールでアメリカ交響楽団と、演奏をした時に、アメリカの日本雑誌で、US フロントラインっていう雑誌があります。でその雑誌からインタビューを受けて、大きな記事を書いていただきました。その中で僕はコンクールは嫌いみたいなことを言ってたと思います。その視聴者の方と同じことを言ったと覚えてます。現実は競うべきじゃないみたいな感じ でもしあの記事興味ある方は、ツイッターに載せてありますので、下にリンクを載せておきます。そこでちょっと読んでみてください。で、そんなことを言っときながら、僕のキャリアは結局は20以上のコンクールで優勝して、それがきっかけで IMG っていう世界でとっても大きなマネジメントとつくことができて、それで僕のキャリアは始まったんです。だから音楽家として、それから音楽を愛する者として、コンクールには反対なんだけど、そう言っときながら僕はコンクールを利用して自分のキャリアを始めた。なんか矛盾しているなと思います。ということで、両方ちょっといいとこと悪いとこ、僕が考えつくことを言っていきたいと思います。まず、悪いところ、それはもう当たり前ですよね。コンクールっていうもの自体が僕はすごく不健康なものだと思います。精神的にすごく不健全なものだと思います。1位の人だけがすごくいい目にあって、もうそれ以下の人はまるで同等に扱ってもらえない。それから不公平なことが起きた時に、例えば若い子が一生懸命自分の全身を全身全てを費やして、でそれで不公平なことが起きた時に挫折しちゃう可能性だってある。もう本当に悪いことがたくさんですよね。競うためには、他の人を意図的にじゃなくても結局は落として自分が上がる、それもすごく、良くない考え方だなって僕も思います。じゃあなんで僕はコンクールをそんなにたくさん受けてきたのか。僕は、自分が自分の目標に向かうために努力を惜しみたくないと思いました。その努力は、自分がピアノの上で一生懸命勉強して、音楽を一生懸命勉強して研究して、それでピアノを上手くなるというのはそれが前提で、それ以外に頭よくアプローチしたいと思ったんです。でいろんな有名な人の履歴とか見ると、必ずどこどこコンクールで優勝、どこどこコンクールで優勝、なんでそうなんだろうって思ったら、なるほどって思いました。ビジネス面でやっぱりそれって大切なことなんですよね。例えばレコード会社がある人を雇ってレコーディングを作る、コンサート主催者があるアーティストを雇ってコンサートを催す、それってやっぱりレコーディングが売れなきゃしょうがない、チケットが、コンサートのチケットが売れなきゃしょうがない。その時に売れるためのキャッチフレーズがやっぱり必要になるんですよね。そのキャッチフレーズがショパンコンクール1位とか、リーズ国際コンクール1位とか、そういうのがあると当然お客さんが来やすい。多分そういうのがあって、コンクールっていうのが中止されたり重宝されるんだと思います。
ネス面でとても役に立つもの、それから、もう一つはコンクールで戦って、挫折をしてまた戦って上に這い上がる人っていうのは、いわゆる、テストをクリアしている人たちですね。僕のテストっていうのはコンクールのテストじゃなくて、その人の音楽家としてのチャレンジ精神、屈折しないとか、それがやっぱりマネージャーとしては、あ、そういうのをちゃんとクリアしてるからプロとしてやってっても挫折があってもまたやれるんじゃないかっていう、多分そういうテストをクリアしたっていう面でも印象とかが良くなるんだと思います。学生とか生徒に対してのコンクール、僕は自分の生徒にコンクールをさせてます。その理由はコンクールをポジティブに考えさせるっていうことから始めてるからです。コンクールっていうのは不健康なもの、不自然なものっていうのをまず最初に言っておいてあります。それから上手い人が必ず勝つわけでないっていうこともはっきり言ってあります。音楽を楽しんで音楽を作り上げるため、自分が音楽家として成長するための道具としてコンクールを使おうって前もって子供たちに言ってあります、だから僕はコンクール、一番僕が気にするのは、その例えばコンクールのステージでその子がどう弾いたか、それを連絡してきてほしいって言ってるんです。そこで僕はおめでとうっていうか反省会をするか、どっちかをします。結果でどうこうとは全然決めてません。だからしょっちゅうおめでとう、もうこれでいいよ、勝ったら嬉しいし、なんか賞取ったら嬉しいし、だけど先生にとっては全然関係ない。君がここまで努力したこと、君がここまで成長してくれたことが何よりも大切だから、もう君が勝ち、おめでとうって僕は言ってます。もう一つはゴールがあることで子供が、普段よりもヘルシーに、僕はなるべくヘルシーにしようとしてます。練習をたくさんすると成長が早くなる。だからそういった面でもすごくポジティブな面もあります。だからこそコンクールが今でもたくさん盛んに行われているんだと思います。ただ問題はそれを、例えば僕はコンクールを自分でいっぱいやってきたから、でまた父、僕の先生だった父がすごく気を使ってくれて、そういうメンタル面でやってきてくれたかったら来てくれたからよかったんだけど、そういうことを理解できていない先生たちが子供たちに不必要なぐらい、音楽家として不自然なぐらい厳しくトレーニングしたり、メンタルサポートを怠って子供たちにコンクールに参加させるっていうのは本当に本当に本当に子供にダメージになると思います。先生の方々、本当にそれ気をつけてください。メンタルサポートを忘れないでください。僕が日本に戻ってきて初めて、コンクールに出た子がいまして、でその子は僕に着く前から結構いい先生についていて、コンクールでもう常に賞を取ってる子で、その子がその時は、全国大会まで行ったんだけど賞を取れませんでした。その時に、僕はもう褒めたんですよ。賞が取れなかったけどいいよって、君は一生懸命やったし、一生懸命やっただけじゃなくてちゃんと成果が出てた、ちゃんと進歩した、もうそれでいいじゃん、僕は言いました。だけどお母さんからこういうメッセージが届いたんです。先生の顔に泥を塗ってしまったようで本当に申し訳ございません。本当にショック受けました。はぁって思いました。すぐに返事を書きました。お母さんはそんな風に思わないでください、僕絶対そういう風に思わない。そういう風に思う人がいたらその人がおかしいなって子供が頑張って子供が成長したらそれで勝ちなんです。それで入賞しないで怒る先生は
かしいです。僕はそう思います。ということで僕の意見は、その視聴者さんが書いてくださった意見と音楽家として音楽愛好家として 100% 賛成ですと言いつつも、僕自身自分のキャリアをコンクールを利用して始めちゃいました。僕自身先生としてコンクールをツールにして道具にして子供たちを育ててます。ただコンクールの不健康さ、心理的な良くないこと、ちゃんと踏まえてるつもりでやっています。こんな意見です。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。